はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、武田信玄です。さあ本日なんですが、皆さんこの診断で実装された古領の弦というモンスターと、微竜の剣というモンスターご存知でしょうか。これね上杉謙信と武田信玄をモチーフにしていると言われている、モンスターなんですけど、こいつらねマジ可能性の獣すぎてめちゃくちゃ有能な効果持ってるんですよ。これどういう効果持ってるかというと、自分のメインフェージに発動できて手札デッキから、相方、これこっちだったらこっち、こっちだったらこっち、これをデッキから、または手札から、相手のフィールド上に特殊召喚できますっていう効果があります。またこれ、相手のフィールド上にモンスターを送りつけるっていう、そういうモンスターですね。で、このカードが、その、武田信玄か上杉謙信の効果、相方を出してくると、このカードだったら、このカードは、相方の効果で特殊召喚したら自分の手札を1枚捨てると。要はこれ相手の盤面に特殊召喚するんで、相手が自分の手札を1枚捨てることになるんですね。なんでこれハンデスを食らわせられますと。で、こっちだったら、これが相方の効果で特殊召喚したら、相手は2枚ドロー、その後1枚捨てる。つまりこれ、送りつけたのは自分なんで、自分が2枚ドローして、手札を1枚捨てるっていう効果になるんですよ。だから、こっちかどっちか引いてらモンスターを送りつけつつハンデスかドローができるってことなんですね。でしかもこれ手札から出せるんで、別に引いちゃっても1体残ってればイゾルデでリクルートしてこれるんで、これめちゃくちゃ強いということで、今日はねこのね古領の弦と、微竜の剣を、使ったうんこみたいなデッキを、ご紹介していきたいと思います。イゾルデでまずリクルートできるっていうところに着目しまして、イゾルデを入れてましたと。でイゾルデで、何をするかっていうと、モンスターを送りつけるっていうことができるんで、先行ワンキルとかもできるでしょうし、今日はですねランク3デッキ、これレベル3なんですけど、このランク3デッキにぶち込んできまして、ランク3だと何ができるかというと、モンスターを送りつけるということができますんで、ちょっと最強モンスターを送りつけようと思います。破滅のアシッドゴーレムっていうモンスターは、この方がモンスターゾーンに存在する限り自分は特殊化できないっていうモンスターを、これ送りつけ専用モンスターとなってますので、これを送りつけて、でこいつ素材がないと攻撃できないんで、素材がない状態にめっちゃ簡単にできるんでね、このデッキなんで、アシッドゴーレムを相手に送りつけてドヤ顔する、これやっていきたいと思います。やっていきましょう。はい、デュエルスタンバイ。ゴブリンライダーの無限の可能性模索委員会です。どうもこんにちは。本日はですね、ゴブリンライダーを使ってうんこみたいなモンスターを相手に送りつけるプレゼント 4U デッキ、これちょっと持ってきたんでご紹介していこうかなというふうに思います。ベイグマックス君は結構OK 裏だね。全然いいですよ。OK です。そこの裏だスルーします。メイン展開なんでスルーします。ベイグマックスに裏だって打った方がいいか打たない方がいいのかって言われると、なんか俺はなんかその後のモンスターに打った方がいいんじゃないか気は分かるけど、でもそれでさ、結局あれだよな、ゴシップシャドウ出されてメイン展開できなくなるっていうのもあるから、ここに裏打たないと意味ないっていう説もあるよな。これ難しいよね、ベイグマックスに裏打つか問題って。結構この後のメイン展開があるんだったらさ、裏打った方がいいんだけど、なんかあんねん、なんかあんな。特攻ダグ持ってきて、特攻ダグ効果発動する。なんかあんな、なんだこのチェーン。ミヤンダ。ちょっとわかんねえ。でもなんかわかんないけど、とりあえず行くしかないな。とりあえずこう持ってきて、で、第3条持ってくるでしょ。で、第3条発動します。で、第3条の効果によって、爆音クラッタを持ってきます。で、エクシールスタイルを届きます。で、クラッタが特殊召喚できますよと。ほい。で、クラッタの効果発動。クラッタは墓地から、ミヤンダを特殊召喚できるんで、このミヤンダを特殊召喚。よで、レベル3のモンスターに対してオーバーレイ。エクシール召喚。ミシンセイバーインボカー。こいつマジで最強。これね、最近までね禁止カードだったんですけど、これマジで強いんですよね、本当に。なんかマジでさ、ずっと永遠に光ってない。これ何キリン？これなんかさ、何これ、なんかずっと光ってないね。これキリンかな。何これわからなすぎる。でヒロイックコールで優先機映ってるね。でマジこのなんかイゾルデへのマストカウンターみたいなのでさ、ぶち込まれたら結構嫌なんだけど、ここに無限保養とか歌ったら俺ちょっと死んじゃう。マジでやめて。イゾルデの効果発動。イゾルデの効果を発動して、デッキからこれマッシュブーンさんを、持ってきまして、で、イゾルデの効果を発動。イゾルデの効果によって装備カード3枚を墓地に叩き落としながら、デッキからレベル3の戦術モンスターを特殊召喚。現れろ武田信玄。そして武田信玄の効果を発動。武田信玄の効果によって、デッキから、相手のフィールド上に特殊召喚。クイーン。そして相手のフィールド上の特殊召喚成功すると俺が2枚ドローして1枚捨てる効果。これちなみに参戦の際とか起動条件満たしますんで、これ暗黒界のセルリみたいな感じですね。これめちゃくちゃ強いんですよ。このなんか相手のフィールド上をくっつけた相手のモンスターの効果でこっちドローしながらさらに参戦でドローすると、なんと4枚ドローまで可能になるっていうね、4枚のカードを一気にデッキから掘れるっていう最強のムーブとなっておりますね。このモンスターはマジ可能性の獣なんで。で、ヒロイックコールでさらに、モーニングスターを特殊召喚し、モーニングスターと、イゾルデで天正のコーディネラルパイセンを出していきましょう。天正のコーディネラルはリンク先のモンスターのコントロールを入れ替えるっていう効果ですね。これなんか無限保養でもないね。やっぱキリンなんかな。なんかさ、相手の盤面にモンスターがいると大体無限保養とか打てないんだけど、意味がわからないな。これなんだこれ。ちょっとこれ最強のモンスターはさ、ナンバーズ30破滅のアシッドドッグゴーレム。やべえ、俺モンスター特殊召喚できなくなってもうた。まずい。このモンスターが盤面にいるとモンスターを特殊召喚できない。ちょっとやばい。ちょっとあげるわ。これまずいからこれあげちゃう。で、まず、ゴブリンライダー第3条の効果によって、相手のフィールド上のエクシードサイヤを取る属性。ちなみに、破滅のアシッドゴーレムは素材がないと攻撃ができないんで、ちなみに素材がないと攻撃ができないっていう、なんかうんこみたいな効果しますんで、素材を今から全部消していきます。で、まず一旦、エクシーズアーマートルピードパイセンを出しまして、これ白真のワンドローでフルアーマーのエクシーズ引くの負けマジでやめてる。エクシーズアーマートリピードは2枚の素材を使って1枚ドローするという効果があって、これ参戦とか引いたらマジ強いよ。これ参戦の際来たら熱い。あ、無理か。なるほど。で、フォートレス出しに行ってよ。で、フォートレスの効果を起動してフルアーマーのエクシーズを持ってこさせてもろてほい。そして、さらに、ダークナイトランサーを上に重ねてエクシーズしておく。ほい。ほんで、自分の墓地の、ミアンダの効果を発動して、ランク3出すのいるもんな。ミアンダの効果で相手の、アシッドゴーレムの素材を取り除くと。はい、これで、相手はもう、アシッドゴーレムで特殊召喚できなくなってしまいました。かわいそうですね。かわいそうですね。めっちゃかわいそう。大丈夫かな相手。なんかなんでアシッドゴーレムなんか出したんだろうな相手。アシッドゴーレムさ、盤面にいるとモンスター特殊ができないんだよね。かわいそうにな。まあ一応ゴシップシャドウとかでいいか。別になんかなんでもいいんだけど。これはい、特殊がしてポッと OK で、カードを3枚ほどセットさせてもらって、手札めっちゃ増えたらなんか武田信玄の相方は何ですか、伊達政宗ですかね、わかんないですけど、伊達政宗さんかなんかの効果でなんかめっちゃ手札が増えるし、もう参戦際もこれ起動条件満たすんで、マジで手札増えますね。はい。で、ガモンガの効果で一応素材になんかゴブリンライダーを供給するという効果によって、あ、もうあれじゃやべえ、ダグがもう1枚しかねえ。はい。で、アシッドゴーレムさんは素材がないと攻撃できない、モンスターゾーンにいると特殊召喚ができないという やばすぎる効果を持ってますんで、これ禁じられた人地図だけマジでやめてくださいね。あで、スタンバイフェイズに2000ダメージ受けないといけないです相手。はい。おい、なんでお前そのモンスター出しちゃったんだよ。モンスター特殊召喚できないからいいのか。あ、ホルス、なるほど。まあ、ホルスも特殊召喚できないけどね。で、まあ、ちょっとイムセティさんはちょっと黙れって言って、これで、儚の効果を、ぶち込みまして、あ、抹殺だるいね。抹殺だるいね。抹殺めちゃくちゃだるいじゃん。ああ、なるほどね。まあいいか。もうしょうがないか。モンスター特殊ができないから何もできないんだわけ。でもワンチャンあれか、なんか2体、出てモンスター出してこれたアドバンス召喚あるから、これ次のターン絶対しなきゃいけないですね。王の棺、はいどうぞ。まあ、ホルスはちなみに出せないんで関係ないですね。王の棺はどうでもいいです。あ、カノプスの守護者、なるほど。カノプスの守護者は墓地を食られるとセットできる。これ相手がカード発動するとあれなんですよね、出てくるんで、ホルスがカノプスの守護者によってなんでちょっとめんどくさいですけど、今は出てこないですね。破滅のアシッドゴーレムさんは特殊召喚ができないからですね、はい、理由は。なるほど。メインフェーズ開始、爆音クラッタの効果。爆音クラッタによってオーバーレイユニットを1つ使って自身を特殊召喚すると、自分の持ちから、モンスターが特殊召喚できるんで、これで爆音クラッタの効果により、特攻のダグを特殊召喚して発動できるカード多いで、レベル3のモンスターが2体、揃ったのでフルアーマーのエクシーズも打てますよという感じですね。でさらにゴブリンライダー第3条を手がかりにいく。ゴブリンライダー第3条でも持ってくるカードないんじゃねえかな。もうゴブリンライダーなんかほぼいないからデッキの中に。でフルアーマーのエクシーズの効果を打って地獄ゼミオローカストキングこうするでしょ。はいいけ、まあ、これで次のターンパクって殴ったら勝ちですね。セカードのカノプスの、守護者だけマジでちょっと注意しましょう。はい、まあ、イドロックみたいな感じですね。まあ、ちょっと弱いイドロックの方が一番強かったんですけどね。ちょっとサンセルサイオスくんのおっせえなサンセルサイオスくんのおっせえなお前マジでよクソだよ。ではどっから行くかな。まあ、フルアーマードエクシーズで装備しちゃっての感じでいくかな。自分の墓地のフルアーマードエクシーズの効果を発動、墓地のこのカードを除外することによって自分の墓地の、エクシーズモンスターをフィールド上のモンスターに装備することができるんで、これでガボンガにトルピードを装備する。でトルピードを装備するとダークナイトランサーの効果が起動し、装備カードが装備されたんで相手のモンスターを素材にしますよっていう効果打ちまして、やばいな。カノプスの守護者だからモンスターの効果発動するとちょっとあれだな、ホルスが出てきちゃうな、まずいな。モンスターのなんか効果が発動した時になんかあれなんだよな、モンスター出てきちゃうんだよね。やばいな、効果発動しないようにしないとバトルフェイズ効果を発動しないようにしないとバトルフェイズいっけートンなにー、あクリボトンか、ずっと光ったの。なるほどね、クリボトンだ、理解したわ、グリフォドンだあれ。なるほどな。はいはい。でカノプスの守護者の効果ちょっとめんどくせえな、ホルス出てくるとめんどくせえからちょっと雪うさぎでかますわ、黙れ。さあこれで相手のカノプスの守護者が爆破され、相手の盤面には何もなくなりました。あざっすういーういー、対戦ありがとうございました。いやーアシッドゴーレムなんか出すからだよ、あんなモンスター出しちゃダメだって。うわーこれ先行惜しかったな。参戦も来てるし結構強かったんだけどな、これちょっと先行ハンドすぎましたね。これはね参戦の際ちなみに絶対に起動できるからね、基本展開通るとあいつがさ武田信玄が絶対相手のモンスターに送りつけて、で相手のモンスターの効果が発動するから参戦の際の起動条件絶対満たせんだよね、めっちゃくちゃ強い。あそう、スケアクローね、天敗流環境には結構なんか割といけるって言われてて、無限放射とか、まあ、禁じられた人雫とかはちょっときついけど、その辺が要は相手に引かれてなかった場合はスケアクロートライヒハートっていうなんかリンクさんのやつがいるんですけど、あいつがなんかリンクモンスター以外のモンスター全部守備表示になるんですよね。で守備表示なんてモンスター攻撃できないからさ、ワンキルが防げるっていう、だからトライキカートは結構強いかもしれないという話がありました。全然違えわこれ、これクソデッキムーブかもしれん。イゾルデはね多分これあれだわ、スキアクローに見せかけた、多分やばいデッキ、これ多分あれだな、デッキの中のカード全部墓地に送るっていう例のあれかもしれんな。これシングラリティ、これ多分だけどドロドロゴン出てくるんじゃねえかな。6シンクロドロドログーンが出てきて、ドロドロゴンの効果によってなんかあれでしょう、クロックワイバーン扱いになってなんか絶対そうだわサイバースクロックドラゴンムーブかもしれんわこれ。さあ融合召喚、うわありえない量のリンクモンスターをゲームから除外。うわきた、サイバースクロックドラゴン融合召喚で効果発動、融合サーにしたリンクモンスターのリンクマーカーの合計の数だけデッキからカードを墓地の送るという最強の効果やべえやべえ量のカードが墓地に送られたぜ。さあデッキの中のカードが全て墓地へ送られた。さあ一体何をするっていうんだ君は。なんかわけのわからんカードいっぱい落ちてんな。ブービートラップいい落ちてんな。やべえな。ブービートラップとやべえなんかゼロ式魔導粉砕機とかいう激ヤバカード落ちてる。激ヤバカード落ちてんじゃん。激ヤバカード落ちてる。ちょっと待って555アリステラ&デクシア誰マジで誰。あトーテンポールか。なるほどこれ自分の墓地のこのカードを除外するとなんかダメージが倍になるっていうね効果なんですけど、トランザクションでブービートラップ E を発動するとゼロ式魔導粉砕機をセットできる。で死者蘇生を発動。死者蘇生の効果によって、ウィッチクラフトハイネを特殊召喚できる。なるほどゼロ式魔導粉砕機を発動。ブービートラップ E であれですねセットしたカードはそのターン発動することができるっていう効果ですね。さあでトーテムポールの効果によって、このターンダメージが倍になるということですね。理解しました。でエンドフェイズウィッチクラフトクリエーションそういうことか。ウィッチクラフトモンスターがいると、墓地から帰ってくる。ウィッチクラフトモンスターがいると墓地から帰ってくる。ウィッチクラフトモンスターがいると墓地から帰ってくる。なるほど理解した。俺死ぬわやばい。ちなみにゼロ式魔導粉砕機は1ターンに一度魔法カードを捨てると500ダメージを500ダメージだっけ500ダメージを与えるっていう効果が発動されるんだけど、今トーテンポールの効果によって1枚捨てることによって1000ポイントのダメージが、入ることができまして、魔法カードを8枚捨てられると僕死にますねチェーン8いった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 。喫食のデッキ